はいどうも。やっぱりこの季節は流しそうめんが合いますよね。こまくやぶ太郎です。今日もよろしくお願いします。はい、今日もですね、ザ・フィンチーズと書いてますけど、前回ここまで行ったと思います。日にちは変わっておりますけれども、ちょっと前回までのおさらいということをしたいと思いますけどね、現在はこのモリーという人のね部屋に入っております。これね、この多分この彼女なんですけどね、どうやら彼女はよくわからない、本当にあの不思議なことだらけのですね、夢物語みたいなものを見せてくれまして、はいはいはい、びっくりした。そもそもですね、このゲーム What Reminds of Edith Finch というのは、フィンチ一族に一体何があったのかという謎を解き明かすというゲームですね。で、現在私が動かしているフィンチ一族の末裔、この私がエディス・フィンチという、ここにご存命の唯一の方なんですけれどもですね、1999年と書いております。で、前回はですね、このモリーという方のお話をちょっと聞かせていただきました。どうやらモリーはですね、なんか猫なんかな、テーマがよくわからないですけれども、モリーはなんか閉じ込められちゃった、お母さんにね。で、お母さんはなんかこの閉じ込み屋さんなのかっていうぐらい雰囲気が大好きだと、何でもかんでも閉めてしまう。で、モリーもその犠牲になってしまったんだ。おそらくモリーが死んだ理由はわからないけれども、閉じ込められてしまったということは確かだし、あとはまあお腹空いてたっていうこともあったんで、もしかするとお母さんの影響なのかな、なんていうのもあったりします。また、ミルトンというお兄ちゃんが、どっか行ってしもたっていうことで、とにかく行方不明になってしもった。誰が死んだのかどうかもわからないという。で、このルイスというのは死んだというお兄ちゃんだということはわかってるんですけど、大体ここら辺はまあわからないね。で、今出てきてるのはとにかくこのイーディーとかエディーって書いてることおばあちゃんね。そしてこのエディスという人、さらにはモリーはちょっと見ましたけれども、ダウンというお母さんで、ルイスというお兄ちゃん、この辺りは写真で見たことがあるので、もしかすると強い絆があるのかもしれない。ここら辺のオーディンさんとかっていうのはこの家を建てた人らしいんですね、ということで、どっかで関わってくるのかもしれませんが、エディス一族、じゃフィンチ一族に一体何があったのか、本日もその謎の扉をノックしてみましょう。この子何したらええねん、これ。なんかね、これが俺、フォートナイトに見えて、しゃないねん、このユニコーン。これ、海外ではでも結構ね、これ、ベターらしいね。これ、よく見るよね、映画とかでもね。あ、ここか？これか？ん？何すんの？うせやん。そんなとこ出ていくの？あーら。突拍子もないこと思いつきますね。さすが子孫末裔。ここを歩いていくのか？だんだん明らかになることだけど、これらの物語を母さんは一つも私に教えてはくれなかった。エイディだったら違ったけれど、おばあちゃんやね。お母さんは過去を語るのが嫌がった。でも、はぐれた子猫を飼おうとしたとき、モリーと名付けたのは母さんだった。モリーと名付けたのは、どういうこと？モリーって、俺ちょっとここら辺がよくわからへんねんけど、この謎やからね、みんな。みんなも考えてみてほしいね。一体なんで封印されてんのか、ほんでなんであんな夢を見たのかっていうのよくわからないけど、モリーって猫なんか？俺がちょっと実は思ったんは、これね、あまりにも短命やんか。だってこいつでも例えば13年とかやろ、生きたん。これね、10年代が多いねよ。数年もあるけど。俼ね、ちょうどだから自分が猫飼うてんのね。ほんとは猫ってやっぱ14ぐらいまでしか生きひんねよ。大体ね。なんか、かぶらへん。で、モリーは10歳やんか、言うたら。なんかそこら辺のやつもかぶ、でもそれにしてはね、例えばなんかそこら辺の絵画とかもね、これ人間じゃない、どう考えてもこの家人間だし、ちょっと動物目線っていうのは変な気がするんだけど、あとただただ動物に関わりが結構多いなっていう気はしてるんですよね。ここか？うん。ここはどこなんでしょうか？あ、はい。お願いします。ん？イーディヒーおばあちゃんの部屋。私は、かなりの時間を過ごした。あ、ここでかなりの時間。イーディーおばあちゃんの部屋なんね。ヒーおばあちゃんなんだ。はぁ、ものすごい趣味悪いババアやな。ん？何これ、カチャカチャ言うてんの、これさっきから。これ何、墓か？これ。鳥さんの墓みたいになってるね。これ、ほら。ザーピーとか。3年しか生きてへんやん。ものすごい育てんの下手くせやん。え、3年もうちょっと生きるんじゃないの、さすがに。あ、これ以上長生きしてるね。このオウムかなんかね。イグアナ？イグアナ買ったりしてんのか。はぁ。とにかくやっぱ動物多いよね。なんだ見れへんのか？これは、あ、これ見れるよ、なんか。なんやねん、こいつ。フィンチ家の屋敷の下に住んでいるというモグラ男について大げさな取材を受けたこともあった。母さんはカンカンだったけど。モグラ男ってのこれ。キッショ、モグラっていうか、もう鼻に雲ついてるみたいな。
気持ち悪いな、これは。I hadn't thought of myself 自分のことをイーディス・ジュニアと考えることは長い間なかった。ああまあ別に何でもいいけど、その俺もおばあちゃんジュニアと、イーディが人々にスベンはドラゴンに殺されたと語った時、竜の形の滑り台を作っていて、それが崩れた時とも言えたのに、言えたけどそうは言わなかった。何を言ってるかわからなかった。あ、これか、このなんかドラゴンみたいな滑り台を作ったと。ほんでこの滑り台を作ったで、この滑り台で実はなんか崩壊事故みたいな感じになって死んだんかな、おじいちゃんが。だけれどもドラゴンに食われて死んだって言うてるんだよみたいなことを言ってんのかな、なのかどうか分からんけどな。何やこれ、ティッシュ、ぐちゃぐちゃにしたティッシュ。これあちゃうわ、折り紙か。おばあちゃん器用やね、なんかほらこれ、あこれも絵描いてるんちゃうのこれ。おばあちゃん、イーディは毎年私に新しい手袋を編んでくれた、ちょうど前のが古くなる頃に。毎年って言ってるから別にいいけど、古くなる前とか。ルイスが亡くなったのは私たちが去る1週間前だったけれど、イーディはすでに彼の記念を始めていた。ん？どういうこと？え？ルイスが亡くなる前に、いなくなる前にか？おばあちゃんはすでにルイスの写真を、絵を描いていたということか。なんかおばあちゃんが鍵握ってんのか？ん？彼女の部屋は博物館みたいな感じがした。うん、これはなんだこれ、気色悪いんだけど、これ。これなんか好きな人なんかな、これ。リンカーンちゃうこれ。リンカーンっぽいね。なんであんなにこう、ほっぺたのところに毛が生えてくんねやろな。どう育てたらそうなんねやろ。お、結構気になって、何覗くの何覗くの、何やねんそれ。500年にわたりノルウェー中でその富と不運からフィンチ家は有名だった。うん。あ、そう。ん？あ、ここが？うわ、何や？お前出た。オーディン・フィンチが一族の呪いにかかった一番最近の受難者を放った。それは、バクのインゲボルグと呼ばれたばかりの息子、ヨハン。うん。せやな。1937年1月7日、彼は家族と共に、そして家と共に船出する呪いから逃れることを祈って。家と共に船出する、家と一緒に出て行ったの。何してんの。しかしワシントン沖で40フィートの高波にオーディンと家はさらわれてしまう。はあ、この家なんこれ。オーディンの娘イーディとその夫スベン、そして赤ちゃんのモリーは新天地オーカスの島に上陸する。あの家どうなったん。そっちのケースやん。新しい墓地で最初に祀られるのはオーディンとなった。ああ、もうその船の遭難事故みたいなので死んだってこと？彼の娘、イーディは、だからひいおばあちゃんやな、すでに新しいフィンチ家の屋敷を夢見ていた。はい。建てるんだ、みんな。お？ちょっと気になってんけど、おじいちゃんはすでに呪いにかかってたわけやんか。オーディンっていうおじいちゃんはな。おじいちゃんなんかもうひいひいひいおじいちゃんぐらいと思うわ。で、そのひいひいおじいちゃんが家と共にその呪いから去ろうということで船出したと。いうことやねんけど、おじいちゃんの嫁とおじいちゃんの子供の、まあ、息子の方は死んだと。ただ生き残ったこの娘イーディーっていうのが私から見てひいおばあちゃんやな。これひいおばあちゃんイーディーとその夫スベンっていうのが赤ちゃんのモリーっていうのとオーカス島に上陸する。赤ちゃんのモリーっていうことはこれ人やな。ってことはか、だから拾った猫にモリーと名付けたっていうのはまあまた別の話か。要はちょっと悲しいからって言ってモリーっていう名前を付けたってことだ。モリーは人間ってことは確かなわけな。でもモリーが人間やったとしたら、じゃあモリーから見たお母さんっていうのはおばあちゃんの、ひいおばあちゃんになるわけやんか。ちょっとごめんね、話ややこしいけれども。要するにあの、話の中でね、このモリーが飢餓に苦しんでる時にほったらかしにしたっていうことがあったじゃない。それは、エディに当たるわけか。っていうことになるよね。お母さん、モリーのお母さんってエディになるもんね。うん。で、これがオーディンだと。まあ、オーディンの子供ってことだけどね、エディはね、一応。はあ、なんか、そうか、時代背景的にはそうなのか。はいはい、ありがとう。なんか足すぞ。この一族にどんな曰くがあるにしろ。うん、全然読めへんかった。一番大事なとこ全然読めへんかった。もうそれもいちいち、うん。開けたらもう閉じてください。ね。はーい、セーブしてくれました。ここはでもおばあちゃんの家やからね。で、このスベンっていうのが何なんやろな。スベンって誰なんやろな。そこはまだ分かってない。はずなんですけどね。はい、大体見たんで、いやこっちでしょうか。Even in her 90代になっても彼女は母さんよりずっと若い感じだった。はあ、
まあ、魔女ですからね、私から見たら。なんでそんな部屋の中で、なんやねんこれ。一番水に弱い素材。じゃあずっと帽子かぶってるのか、おばあちゃん。ハゲかなんか気にしてんのか。ん、なんでこんなことすんの。The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, おじいちゃんの最初の妻だった K がこの家に残したのはピンク色のバスルームくらいだ。It was a pretty big trace. それはかなり大きな存在の形跡だった。サムおじいちゃんってなんや、こいつか。イーディー、ひいおばあちゃんの子供かこれ、の最初の妻 K ってことか。ってことはこのおばあちゃんにはこんだけの子だからに恵まれたってことなんかな。いやそこら辺も分からんけど、でもここ50年やもんな、1950年やもんな。モリーが子供で37年やろ。まだ50年ってチャンスあるもんな、おばあちゃんにもな。でこのスベンっていうのが夫やねんな。ややこしいの、ややこしいの。うん、もうみんな分かるやろ、俺ら頭いいから大体が。あれ鍵出てきたよ。じゃ他のやつも見てみようよ、せっかくやったら。意外と読み飛ばしてるやつもあったんやから。これね、あの最初からまたやってるんですけど、はい、ないよね、こういう時に限って。まあでもなんか生活感はすごい漂ってるよね。だからもしかしたらあれなのかもね、本当にあっちゅう間になんかいなくなったというか、あの夜の出来事なんて言ってましたからね。うん、 There's a secret in this bathroom。 あ、その鍵は何でも使えるのね。はいはい、何、まだあれあるんか、ルパンの悪さからくすみたいなやつあるんじゃん。 There's a secret in this bathroom。 何これ、このバスルームには秘密が隠されている。お、何したいの。お、お、It's in the last place you would look. あ、そこの中にあるってこと？それは誰も考えない場所にあると。そこの中に何あったん？これ行くの？ It isn't in the cupboard. 棚の中にあるわけじゃない。ないんかい？何これ、あ、上か？ It's hidden in this book. 隠されてるのはこの本の中。何やねんそれ。いる？これ。この機能いる？まあでも本がいっぱいあるからね。確かに。確かに、なんていうの、こう、強盗とか来たらこのとこ開けへんやろうけどね。はい、やってきました。ここは、スベンはサムに、自分で修理した古いカメラを与えた。サムはそれを花火離さず使った。スベンはサムにと言ってんけど、スベンっていうのが、この、まあ、ひいおばあちゃんの旦那やから、子供ってことよな、やっぱな、サムっていうのはな。うん。で、サムの最初の妻、K が残したのは、この、水に一番弱い素材の、なんでそんな一人一つずつ部屋を設けなきゃなんないんでしょうね。そりゃあんな家になるよね。俺から言わしたら。これ多分現像してやと思うのこれ。なんやねこれ。倒したかこれ。寄り添ってるみたいに見えるね。こっちか？どんどん、とにかく家系図、あ、ミルトンやこれ。ミルトンやん。これミルトン来てんのここ。ミルトン顔広いの。こっちか？こうしてみようか。ここはどこなん？誰の部屋？あ、セーブしてる。ん？うわ、ええ、上手。ん？あ、バズライトイヤーかと思った、これ。バズライトイヤーもどきみたいなのいるやん。ちょ、どうやろ、これ。見えへんのか？何これ。頭叩いてんのか？頭叩いてるみたいなのあるね。意外となんか後ろに隠れてるね、人、あれ。わかる？この、背測ってんやろ、多分、の後ろにね。なんかちょっと怖いな。あ、なんかこれ、二人の子供。なんかな、多分そんな感じするな。ほら、このここにも二人映ってれば、ここにも二人映ってるもんね、これね。はあ、誰の子供なんやろ、これ。なんで死んだ、あ、ここ上がれんのか。なんで死んだ、あ、これか。サムおじいちゃんには双子の兄弟がいたのは知っていた。はい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 、ちょっとごめんね、何回も。サムおじいちゃん多分これやねん、だからカルビンやねん。ここはやっぱ二人子供なんや。はいはいはい。うん、でこれは、あ、そう、とんの、うん。And that he never talked about him. そして誰も彼のことを話さないのも。なんでなんやろ。あ、もうこいった。え、ほんだらなんか俺こっち行きたくなる。こっちなんかありそうやん。あ、ここなんもないので、こっち行ってみようか。お、こういうのめっちゃ好き、こういうブリキの感じのやつ。なんかちょっと男っぽらしさもあるよね。男の子っぽさもあるけどさ。I guess my grandpa didn't like history anymore than my mom did. おじいちゃんもお母さんと同じようにその辺りの歴史が嫌いだったのだろう。まあ、亡くなった兄弟にやったら思い出したくないっていうことかもしれないけどね。うん、何でしょうかこのふざけた室内は。ん、これ、これ本なんですか。俺は、うん、何なんだろう。いる、その仕組み。How I want to remember 兄をどう覚えておきたいか、サム・フィンチ作。覚えられているのは一度そう決めるとそれっきりだったことだ。ん、なんか別視点入ったぞ。
これあれかな、サムに入ってんのかな今。サムってことはひいおばあちゃんの子供に当たるわけだから、おじいちゃんに当たるのかな私の。うん、動かせるわ。あ、なにこれ、あれすんの、ブランコするんちゃうこれ、ゆらゆら。あ、すごい、これ楽しいやん。久々にこれ、こんな、またマッシュルームを食べるぐらいなら死ぬぞ言ってさ。バーバラの葬儀ではもう絶対に怖がらないと共に誓った、うん、カルビンはいつも飛びたがっていたと思う、うん、とか言うて、その飛んだらあかんぞお前。なになになに、サム、カルビン、ご飯の時間よ、まあ行くよ。でもあの日ついにそう決めたんだと、ぐるりと一周するのは無理だと言ったんだ、うん、それは無理やって。ひょっとすると僕がそう言ってなかったら、うん、いや無理やね、カルビン、うん、カルビンやめてた方がいいと思うわ、そんな無理やから絶対。それか風が強まっていなかったら彼はまだここにいたかもしれない。どういうこと、これ一瞬回んの、多分彼は。そう、それカルビンすごいことになってる、カルビン、カルビンすごいことになってる、うん、双子の兄をそういう風に覚えておきたい。どういう風に、あ、もう早く止めなあかんわこれ。さあお兄ちゃん死ぬわ。あ、いたいたいた、いや夢かなった、夢かなった、夢、夢かなました。大車輪です、まさか。おーおーおー、飛べた、飛ぶんだと、そう決めたある日実行したんだと。何やねんお前の兄貴の覚え方。カルビンのストーリーは妙に身近に思えた。私も小さい時全く同じことをしようとしたから。絶対嘘やん、絶対嘘ですやん。ま、え、じゃあカルビンは飛んでいったってことでいいと。俺の、俺じゃ、でも俺の中ではそうやんな、カルビンは飛んでいったっていう。お葬式の後、イーディは部屋の半分カルビン側を立ち入り禁止にした。あ、お葬式の後ってこと、何、やっぱあのままお家死んでもうたってこと、半分って こっちってことよ。母さんが言ってた、サムおじいちゃんは18で入隊して二度とその部屋には戻らなかったと。こっち側の人間やな、サムおじいちゃんは。ちょっと悲しかったんやろな。あ、ここか、うん、なんかあるんか、ここに。あ、芋虫みたいになってる、これすごいね、背拍子で。うん、何やねん、なんでそんなこと してあげんねんお前。何やねんこれ。おい、なんかそういう、そういう職に就いた方がいいんじゃない。うわ、すごいすごいすごい、何これ、忍者屋敷になってる。うわ、すごいな、匠やん、もう。うわ、もっと多分有効的に使えると思うわ俺。こっち、通り道はきつくできていた。小さな手や胴回りに合わせて作られたのは明らかだった。小さい子が作った、小さい子用に、もしくは動物用に作ったということでしょうか。こっち行けるけど、ちょっとこっち見てみたいな。あ、ここも出そうやな、ちょっとごめん。じゃあこの順に追っていくわ。こっちはこうか、開いた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 。あ、これ戻ってくる道か、戻ってくる道やね。ここ見たんですよね、見ました見ました。うん、ほらこれね、あのビッグフットのやつね。はいはい、じゃあショートカットができるようになったってことか、なるほど。よし、じゃあこの次行ってみましょう。戻ってくる必要があるっていうことなんでしょうね。うわ、何あれ。あ、これこいつの家やん、バーディーの家じゃん。あ、バーバラや。Growing up, 何あれ。子供の頃バーバラは子役スターというイメージがいつもあった。うん、大人気だったんでしょう。これは、あ、これまた戻れるよーのとこなんだ。戻、なんでそんな戻れんねやろ、戻らなあかんのかな。ちょっとそこなんか怖いねんな、追いかけられるんちゃうかなっていう気がしてんねん俺。違うんかな、まあまあいい、まあいいか。はい、で今度はバーバラさんの話ね。はい、うん、この後どんな風に辛かったかなんて考えたことはなかった。あー、でもそうかもしれないね、バーバラさん、まあ、子役で成功した後の大人になる過程って大変なのかもね。一回やっぱりお金とか持っちゃうとさ、あとやっぱりみんなに可愛がられるとか偉いように思われるやんか、子役って。なんかそれが普通と思っちゃうとね。あ、ここになんかある。ここで一個気づいたこと言っていい俺。この絵、おばあちゃん描いた絵なんやろ、この絵。これ死んだ時に描いたんだよな、これな。1960年で描いてるもんな。だから死ぬ前にこれを描いてるってことは、おばあちゃんはもうおかしいんだ、頭が、っていうことになるよね。でこれ見てみましょう。
ドレッドフルストーリーですか。バーバラの死について書かれた多くの話の中でイーディがこれを取っておいたのは驚いた。はい。ん？老いぼれジャックが、老いぼれジャックが全米一不運な家族をモチーフに世にも恐ろしい話を語ろう、名付けてバーバラ・フィンチの驚くべき結末。うん、Barbara Finch. Yeah. Yeah. As a child star, Barbara was famous. 一般お花持ってきたよ俺言うて。子役スターだった頃、バーバラはその悲鳴で知られていた。あ、悲鳴が有名だったんね。だが、16歳にしてすでに忘れられ、過去の人となっていた。ああ、なるほど、そうなるんだね、やっぱ。ね、ラッキーなことに、地元の怪物映画ファンの集会で、有名な悲鳴を披露する依頼が来た。これこそ、彼女の必要としていた後押しだ。ああ、さあ、再びチャンスがやってきたということだ。残念なことに、彼女の悲鳴はよく成長していなかった。Getting better. 前よりはいいが、主に何かいい動機づけが必要なんじゃないかな。一番のファンで BF でもあるリックが実演しようとしたその時、まさか今のは素晴らしい悲鳴だった。声の主はバーバラの父で、テーブルソーに巻き込まれた彼は救急病院に救急送されなければならなかった。残ったバーバラは弟のウォルターを子守せねばならず、カムバック出演はキャンセルされた。okay, I'm hearing frustration, そうだな。苛立ちは出てるけど、恐怖が感じられない。どうだろう、もし僕が、今夜、オルカス島ではハロウィンの面をかぶったゴロツキ集団が暴れています。警戒に注意を。地下の方からよ。君の言う通りだ。ちなみに今の言い方いい感じだったよ。なんで地下のドアに鍵がかかってるんで、私のお父さんってパズルや秘密の通路を作るのが好きだから。ロルゴールに鍵が隠されているの。秘密なのはそれを巻き続けて、さらに巻いていくと、やがて鍵が飛び出てくるの。鍵ってか壊れてるよ、それ。壊れてるよ。20分が過ぎたが、リックは戻らなかった。バーバラは、彼を探しに行ったぴったりのタイミングで、姫ちゃん姫ちゃん姫ちゃん、彼女はオルゴールに手を伸ばした。俺がすんの？ん？回しまくれってやつやっけ。そして鍵を巻きながら耳を澄ましたが、誰の音も聞こえなかった。すごい鍵やな。え、何これ、なんか怖いやん。うわ、普通に歩けるやん。なんでそれ揺れてんの、そこ。襲われたんちゃん、ほら。うわ、なんもないやん。あったのリックの松葉杖のみで、状況は絶望的に見えた。何でもった、殴んのか。なんか別ゲー始まったぞ。え、こっちか。うわ、すごい。なんでそんな手だけ血まめしなん。めっちゃ手だけ攻撃されたみたいになってるやん。あ、何あれ。ここ、こうか、こうた、こう叩けばいいんか、これ。おら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 、よっしゃ。集団のリーダーは悪名叩きフックマン。10年前この夜、家族を突き刺し食べたと言われています。どこにいるの、これ。これフックマン、お前フックマンか。フックマンめ、クソ。フックマンちゃうんか。フックマンは、これフックマンか。こいつめっちゃ怖ない、なんか。ちょ、画面見にくいわ、ちゅうか。なあ、これか、これ叩くんか。フックマンはこっちか、こっちか。何やん、古い冷蔵庫がガタガタ揺れて静かになった、ね、出てくんのこれ。うせやん、出てくるんちゃう、なんかスベンがバーンとか言って、なんか首だけ切られて、首を持ったような格好でゴロンゴロンってこう。ああああ、びっくりした、びっくりした。何やねんって。あらば、あ、殴ってもった。ミック？バーブ、リラックス。落ち着けよ。怖がらせて君の悲鳴を取り戻そうとしたんだ。あ、なんや、そういうことかよ。怖がってないよ、リック。というか、カンカンよ。じゃあ、怒りを演じろ。今、君から感じるのは、昇進と混乱のみで。
彼は追い出したが、思い出の品をもらっておくことにした。あの、バーバラ、もう片方の松葉杖を深夜のテレビ番組を見ながら寝こけても、彼女はまだそれを抱えていた。何時間かが過ぎ。バーバラ！ウォルター、何がどうしたの？わかった、今行くわ。でもこれが悪ふざけなら承知しないわよ。めえて、びっくりしたね、ドラさっきのやつも。なんかあるじゃん、あごにお前、骸骨みたいな。あ、でもこれリビング。なにこれ？すっごい無駄な空間の使い方するな。こっちか？ここ？また、ここ開けろってか？ここじゃないんか？こっちか？ん？どこに行くの？これ？これじゃないの？これ違うの？どこやろ？リック、どこに、上か？上か、上っぽいな。あ、でも、え、ああ、あ、なに、なんか落ちてきた。右足や。右くるぶしから下が落ちてきました。なんやねん、あの骸骨は。こっちか？あ、え、どこ？え、これ？え、なんかいるんちゃう？これ、ここほら、影になってるやん、これ。なんかいるで。え、違うか？こっちか？ウォルター、そこにいるの？ウォルターは消えていた。しかし部屋のラジオがついたままだ。オルカス島警察によると、男の身長は180センチ余りで、手が鋼の爪になっています。住民はドアに鍵をかけ、不審な動向を観察するように。おい、こいつ。バーバラ振り返り、フックも見た。そして、はっ、言葉を失った。彼は実に強烈だった。彼は何しに来たんですか？引っ掛けたいんですか？フックマンは。正体が誰にしろ、バーバラへの執着はただごとではなかった。考えなきゃどうにか抜け道があるはずだわ。あ、それでアコを使うんですか？あの道を、私が使ったこれやろ、このワルさんのやつやろ。そのように彼女は自分の役柄をうまく演じた。あ、これ何、怒りか今回は。あ、これねえ、モリーのとこですよね。こっちかな、こっち開けるのかな、違うか、外かな、外に行くのかな。じゃあもしかすると、でもないかな。ウォルターを置いていくことも考えたが、それはできなかった。ウォルター、ウォルターっていうのが俺 あんまり馴染みないねん。モリーのドアはもう何年も閉ざされていた。うわ、蝶つがいがきしんで。いや、その右手使おうや、なんとかしてさ。お前が、あ、何、動かすの、殴るぞ。めっちゃ弱ないこいつ。彼は動かなかったが、まだ話はこれでは終わらないように思えた。どっちやねん、終わるんか終わらないか、飽きせえよ。ていうか早終われよ、長すぎるやろ。とどめ刺しに行くか、あいつの方だ。とどめ刺しに行くぞ。じゃあ、ね、あれがあれでしょ、ラジオで言ってるその危ない180センチぐらいの男なんでしょ。っていうことを考えると、バーバラは相当でかいよね。はい、じゃあ血祭りにあげましょう、彼はね。あれ、フックマンは消えていなくなった。彼の息を聞こうとしたが、ただ聞こえたのはディングドング。どういうこと、え、どういうこと、実はフックマン、何、こう変えてきたってこと、フックマンが変えてきたってこと、これ。実はフックマンがここにいる、さっきのはフックマンじゃなかったとか。ドアの外に誰かバーバラと話が合ってる人物がいる。ひそひそ声がドアの中から聞こえる。家の中から聞こえてくる。家の中？なんてこと？もうええてせやから、そういうお前アメリカ式のやつはよ。ええねえねえ、そんなんはもう。怪物たちが驚かせに来てくれたのだ。バーバラには夢のようだった。
その後、彼らがどんな怪物が見て取ると、彼女はこれから何が起きるか悟った。彼女は有名になるのだと。そして最後の一人、バーバラ・フィンチは一世一代の演技を捧げた。現場にはいなかった。バーバラ、素晴らしかった、そうだよ。お前何伝えたいね、俺に。スターダムを泡味わったばっかりに、でも不運なことにファンもその味になんとか。もちろん警察は全てその日消えたリックになすりつけたけどね。ボルターはどうしたんで？ずっとベッドの下に隠れてたそうだ。ショックは大きかったようだね。それはまた別の話だ。バーバラに関してはオルゴールの中にあった分しか見つからなかった。彼女の耳、これこそ不気味な物語ってやつだ。時間を返してほしいもんね。なんかよくわからんけど、それを見て俺にどうしてほしいのかから、何を書くの、そこに何が書けるの。とにかくバーバラは人々に忘れられたくなかったとイーディーは漫画はバカげたけど、イーディーはハッピーエンドを見たのかも。とにかくってやばいな。あんだけ長くめっちゃ見てて、とにかくでまとめるってやばいな。やっぱさすが、さすがフィンチ家の子孫ですね。まあとにかくそれこそね、とにかくでまとめてしまいますけど、この女の子のこれが本当なのだとすれば、本当に奇妙なことですよね。要するに最後に出てきたあの怪物は怪物役とかではないでしょ。本当に怪物がやってきたということでしょ。このバーバラを喜ばせるというか、悲鳴を上げさせるために、最高の悲鳴を上げさせるために、そしてその悲鳴とともに彼女は去ったんですよ。耳だけを残して、どういうことなんでしょうね。俺そんなことではないと思うね。そんな怪物がさらいに来たとか、そんなんじゃない気すんねんけどな。俺はなんかその他の人たちはね、うん、っていうか、まあ勝手なあれですけど。そして私はおそらくあのオルゴールシステムを自分でまたやるんじゃないかなと。あのオルゴール1階にあったんで、1階にちょっと戻って行ってみましょうか。私がオルゴールで遊ぶのをなぜ母さんが嫌がったのか今になって分かった。なるほどね、鍵が取れちゃうからだということかな。よし、下に行ってみましょう。じゃあね、まあでもあの徐々に徐々にこれで分かってきてるのはいいね。どういう死に方をしたっていうのは、まあバーバラぐらいしか分からへんかったけど、まあカルビンは飛んでったってことやから飛んでったってやばい。でも最後の死に際飛んでったってやばいな。あいつは飛んでったって、俺それはそれ で一番 YouTuber のベストの死に方しちゃう。そんなこと言いたくても言えへんもんな絶対。これやろ、これ回しまくんねやろ。うん、でバーバラ出てくるけど回しまくって、あ、来た、ナイス。これでこの開かずの地下室が行けるようになったわけですか。ここがだからでもあるよね、この主人公も知らんわけやもんね。ここね、ちょっと長いかもしれんけど、ちょっとだけ行ってみようかな。これ楽しみやな。あー、ここもうまんまやね、漫画のまんまや。これビリヤードのとこで松葉杖落ちたとこやもんな。ビリヤードええな、やっぱええー、わー、家にビリヤード欲しい。そんな家建ててみたいもん、おじさん。うん、他は何もないかな。よし、じゃあ行きましょう。ん？あ、スベンって書いてるね。これスベンのワークショップみたいな感じかな。工房みたいな。母さんは地下には絶対立ち入り禁止だと言った。さもなくば、破傷風の注射をまたするわよと。うん、むちゃくちゃやな。破傷風でもないのにな。そんなこと言われても困るわな。だからあれやろな、多分分かりにくいって言うからと思うから、みんなに分かりやすく言うと、多分あのハンコ注射を腐るほどするよみたいなこと言ってんやろな。絶対に言えるもんね。一度イーディーがこそこそ荷物を持って地下に降りていくのを見たことがある。おばあちゃんが、ひいおばあちゃんやね、イーディーって。で、このスベンっていうのはこのひいおばあちゃんのあの夫ですから、このイーディーのね、これね。だから、まあ、結構昔の話の場所なんでしょうけどね、これね。ただここには絶対行くなと。あ、I thought maybe she was hiding presents. 何かプレゼントでも隠しているのかと思った。ほう、何なんでしょう。なんで急に開けんの。わけわからんわ。実はもっといろいろ隠していたとは知らずに。
なんぼドア好きやねん、ほんで。どうだ？ん？ドアなんか、めっちゃ暗いで。あ、全く見えへん。あ、暗いのかなんは。あ、光ついた。あれ？ I remember asking mom once about where Walter had gone. ウォルターはどこに行ったのか母さんに一度聞いたことがある。ウォルターというのはここやね。これはどういうふうに俺紐解けばいいの？スベンとあのひいおばあちゃんの子供がこれやろ？この4人やろ？ここは何なの？これも子供なんかな？え、もしかしてモグラ男？めっちゃ暗いねんけど。She said after Barbara died, バーバラが亡くなった後、彼はできる限り遠ざかったと言っていた。バーバラも亡くなったよな。とにかく耳だけ置いて亡くなったってことやろ。あ、何これ、保存庫？すごいやん、シェルターみたいになってるやん。もしこれらのストーリーに共通点があるとしたら、うん、それは私たちの誰もがあまり遠ざかってはいられないこと。どういうことや。これでも生活できるとこやねんね。またこれも封印されてたんかな。あ、ここにある。あ、ウォルターや。これウォルターもここに閉じ込められたんちゃうんけ。よな、多分せいで。あ、ここ開けられるやん。ん？あ、何、外っぽくしてんのか。外がないからここに閉じ込められてるから。なんで閉じ込めなあかんねえの。これか。皆さんさようなら。ここにいてもう30年になるとは信じられない。もう30年もここにいんの。死ぬねん多分。おう、あの最初の日、振動が始まった時は1週間も持たないかと思った。おう、ああ、落ちてしまったよ。何の振動。あ、なんかすんの。何これ。でも数日経つと決まった日課に落ち着いていった。3日か。それで正気を保っていた。何なの。スケジュールに従い今日1日ずつ生きる。ほう、そのまま。いつも明日は死んでいるものだと思った。あ、これ3日なんや。でもある程度待てば何でもなれるものだ。休日に。まだこれ回せんか。これ左見といて。1976年のジャニュアリー1月の4日か。はい、もうまた回していけるからな。 Even a monster. ドアの向こうにいる化け物でさえ普通に思えてくる。 Almost friendly. あわよくば友好的にも。ドアの向こうにいる化け物、どういうことや。おったの。 And then one day, そしてある日、何もかもふと止まった。カモフテ。何やねん。あ、2005年や。2005年の3月や。マーチやから。違うっけ。ん、何もかも。何だったにしろ、それはどこかに消えた。待ちくたびれたのかもしれない。もしくは自分が恐れるのに疲れたのかもしれない。え、どういうこと。あれ、ないよ。もう1週間になる。ここ30年の中で一番長い。待つのは終わりだ。そうできるうちにここを出なければ。は？え、ウォルターは閉じ込められてて、なんかよくわからんけど、毎日毎日同じマンゴーの切れ端みたいなやつ食わされてて、亡くなったわけじゃないもんね。ここにあるもんね。なんかわからへんけど、とにかく、出たいといきなり思った。で、これが出るとこなんか。到底出るとは思えないんですけど、僕出てるんですかねこれ。あ、なんかこれあれやな、脱獄犯みたいな。なんかめっちゃ本あるやん。それがどこか外にいるのは分かってる。どこか外にいるのは。バーバラを殺した何か。ほう、ほう、ほう。そしてモリーを。あ、モリーももう死んじゃってる。米で、さらにカルビンも。ほう、殺したものが
外にいるっていうことなの？え、こいつは知ってるってこと？ Maybe this is all a mistake. こうするのは間違いかもしれない。ああ。But I need to stop. でも同じ日を生きるのはもうたくさんだ。Even if it kills me. これで死んだとしても。すごい演出やな。あ、線路に出てきた。Whatever's out there. 外に何がいたって心の準備はできてる。I'm going to appreciate all. すべてに感謝できる。特に食べ物。I don't mind if I only have. 残された時間が1年でも別に気にならない。Or a month. それか1月。Or a single week. もしくは1週間だって。I'd be happy. 新たな日、1日で幸せだ。I can already imagine the sun. 顔に当たる太陽の光をすでに想像できる。なんやねんこいつら。めっちゃなんか難しい言い回しするやんけ。何がわかんねん。ほんでウォルターが亡くなったのは私が6歳の時だった。彼がここにいるって母さんも教えてくれなかった。なんでウォルターはここに閉じ込められたのかとかいうのは全然俺分かってないけど、みんなは分かってんの？とにかくでもこれを毎日この、あ、桃なんや。桃ばっかり毎日毎日食って30年生きながられたじいさんってことやろ。母さんはおそらく私を守ろうとしたんだろう。でもこのこうやって閉じ込められてしもってピーチばか食べるのももう飽きたと。もう外に何が待ってたとしても俺は外に一回出てみたいっつって31年目に出たわけやな。で死んだんや。でも多分でも死んだんやなっていうことなんでしょうね。なんで死んだかとかわからへんもんね。ここ出ていったんかな。なんか一人一人一応開けては来てるんやけど物語を。しかしながら意味わからへんね。なんかもっと読み取っていかなあかんのかな。それとも最後に一本につながんのかな。なんかにしてはでも俺全然つかめてないの。私がウォルターみたいになると思ったのかもしれない。ああここに入っちゃうとってこと。でも家の下にいるおじさんのことを教えてくれなかったのなら、他に何を隠していたのか計り知れない。そんなことさえ教えてくれてないのであればってこと。もっとなんかいろんなもの隠してるんじゃないかと。彼女と同じ過ちは繰り返したくない。だからお前のお母さん頭いっとんぞほんまに。ようここまで育ったね君は。偉いわと思うわ俺。思わへんみんな。でこれあれは笑んでいいのこれ。まだ生きているものを埋めてしまうことは。そうよな、封印してんねんもんな。だってむちゃくちゃじゃないだって。ん？あ、セーブした？今となっては残ってるのは1人。ひょっとすると2人。うん。自分やね。まず残ってるのは生き残ってる1人やね。俺。それぞれのストーリーを自ら紐解く時が来たと思った。うん。そして、他のみんなに何があったのか知る時が。あ、なんか、真相っぽいこと言ってる。でもこうしてみると、ストーリー自体が問題な気もする。うん。むちゃくちゃよな。私たちはもしかしたら一族にかかる呪いを信じたあまりにそれを現実にしてしまったのかも。はあ、思い込みってことか。ん？これウォルターなんやな。うん。なんやこれ。ん？あれなんでしょうね。光ってますね、赤く。あ、こっち行けへんわ。あ、ここか。信じ込んでこれを書くことさえやめた方がいいのかもしれない。一応ねこれ書いてるので、なんか彼女の本をね、最初のね、エディス・フィンチっていう本を読んでるっていう設定やから書いてるって言ってるんやけどね。うん、ちょっと全然俺は謎がつかまらへんけど、私と共にこれらの話すべて死んでしまった方が、ああ、死んでし、おん？でもあなたに家族のことを知ってほしかった。はい。うん、何なんこれは。さっきからトーテンポールかこれ。トーテンポールか。そしてあなたがその一部となる歴史を。一部となる歴史。え、こっち。え、いや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 、俺死ぬんじゃんこれ。あっちとか行くんじゃないの？え、これこっち行くの俺。ちゃうやん。
さあということで、今回も長かったですけれどもね、今回は前回より長かったですけれども、フィンチ家で起こった奇妙なこと、いよいよ核心に迫ってきたという感じではないでしょうか。いろんな人のシーンというか物語っていうのを見せられたような気がしてますよね。まあ、私もまだ全部プレイしないでわからないですけれども、どうやらこの人々の死に方っていうのと物語っていうところが何かしらつながってきてるのかなと。はたまた私も一応物語を今書いているわけですよね。要するにエディス・フィンチという本を私は私で書いている。これが一体どういう最終的な物語となるのか、一つでだからみんなの物語が集まって私の物語ができる、その物語とはどういう結末を迎えるのか、これ結構楽しみだなと私は勝手にね、そういう風な感じで考えて思ってるんですけどもね。よろしければまた次回も見ていただければと思います。と言いますことで、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お疲れ様です。